チカノの音楽やったりローライダーやったり、まあ、ギャングの感じもそうやけど、そういうのに惚れてやってるだけで、言うたらライフスタイルでもあり趣味でもあるかなぐらいの感じ。日本人に伝わっているそのチカーノのファッションっていうのは、なんか短パンにハイソックス履いてコルテッツ履いてケイスイス履いてとか、そういうイメージありますけど、向こうはただ単に売ってるから履いてる、普通に買えるからそれを履くとか、そういう感じなんよね普段は。昔からチカーノと日本人っていうのはこのコネクションがあって、なんかメキシカンと日本人ってすごい近いもんがあるんですよね。ローライダーのムーブメントが90年代前半にすごくこう高まっていった時に、まあローライダーマガジンがあって、もちろんそのギャングとかチョロって言われてるギャング の, ファッションとかそういうものも非常に入ってきたんですけども、まあその時に僕みたいに何人かのそういうロサンゼルスで体験してる人間が、まあそれだけじゃなくてやっぱりストーリーヒストリーについてすごいやっぱり雑誌に書いたりとか、あとまあ先輩たちがそういうことを伝えたこともあるんですけれども、やっぱりアメリカの中でチカーノたちがマイノリティであるっていうことをみんな知っていたので、マイノリティだからゆえに社会に対して何か自分が言いたいことをその政治的にアナウンスするんじゃなくて、車を通してファッションを通して自分を表現すること、日本に来ることがステータスみたいに今なっちゃってると思うのね、正直。その向こうの地下のラッパー、まあ、LA とかの、まあ、カリフォルニアの地下のラッパーもそうだし、まあ、メキシコのメキシカンのラッパーもそうだと思うけど、その日本に来ることがステータスになっちゃってて、日本ではそのチョロ、チョラっていうのはイコールギャングスタイルみたいな、まあ、俺はそうは思ってなくて、その別物。まあ、日本人は生まれた時から、まあ、いろんな悪い人とかもいますけど、でも結局その気になればやっぱ仕事とかもあるわけで、いろんな選択肢がある中で自らこう悪いことに走ったりとか、まあ、するんですけど、そのチカーノっていう人らは生まれた時から家系がギャングやったりとか、まあ、どうしても仕事が、ね、移民の人らで仕事がトレンっていうのが事実なことで、まあ、どうしても悪さをして、でもその悪さっていうのも家族のために、まあ、お金を稼いだりするんであって、やっぱまず悪さの根本的なとこがチカーノと日本人って全然違うと思うんですよね。チカーノ言うたら何が一番かっこいいか言うたら、ギャングなんかどうとかじゃなくてファミリーの思い方なんよね。だからそれに対して日本人ね、チャラチャラしたのも多いし、でそこ悪いとこを真似するんじゃなくて、ええとこを真似するようにできるように、俺一応大阪で頑張ってこれを広めようと頑張ってるんですけどね。
もちろん真似することは簡単なんですけども、ここまで真似するっていうか、ここまで自分たちのものにしたっていうのはやっぱりすごいいろいろ理由があると思います。で、僕たちとチカーンたちはちょっとやっぱ似てるところがあって、例えばすごく細かいディテール、車の多分ペイントとか、あとそのフィックスする感じとかもものすごく細かいところに日本人はケアして、それをうまく直して綺麗に仕上げて、でそれを本当に芸術のようにこうしていくんですけども、日本の伝統的なそういう工芸なんかはみんなそういうところがあるんですが、多分もちろん多分チカーノたちも同じようにそのディテール、すごいディテールをこう気にして綺麗に仕上げるんですよね。そういう感覚がすごいやっぱりチカーノと僕らは似てるなっていうところがある。日本もそういう郷土意識っていうか、もともとお前はどこからやってきて、お前はどこで育ったんだみたいな意識をすごく常に持ってるんですね。同じようにやっぱりチカーノたちもメキシコからロサンゼルスに出てきて、で初めはドキュメントも持ってない中で一生懸命働いて家族を養って、それで余裕が出てきたら車を買ったりとかローライダーを作ったりとかっていうことがあると思う。そういうところにすごくやっぱり僕らはシンパシーを感じて、何かこう表現すること、それから仲間を大切にすること、それからその自分の好きなものを一生懸命こう固執して作って綺麗なものにしていくことっていうか、そういうことがすごく力のと僕たちの日本人の共通のものだと思います。